1951年、大谷藤子は、日本の小説家、埼玉県秩父郡両上村に生まれる。三田高等女学校を卒業した後、東洋大学長高生となるが、結婚のため一年で辞めている。1927年海軍大位、井上義夫と結婚、広島県呉市に住む。1932年に離婚。1933年後献順。 園地文子らコと日ゴヨみを相関。1934年、改造の検証小説に、半生が女性初の当選。翌35年発表の、須崎屋ヤと共に出世作となる。山村ロカーたち、谷間の店など、出身父父を題材にしたものが多い。短編を得意としたが、青い果実、断崖などの長編もある。やたつせことは、 お互い無名時代から家族ぐるみでの深い付き合いであった。後に、日頃読みに、やたを推薦指導人にしたのも、彼女の尽力であった。1952年、鶴瓶の音で、第5回女流文学者、賞。1970年、再開で、第9回女流文学賞。1977年11月1日、心不全のため、東京共済病院で死去。 去年75、開名は文芸委員故興明を不時代し、聖火近くの墓所に眠る。ありがとうございます。